さあそうなんです。対戦動画の最後の場面で使ったのが新規バトルシステム V シフトです。これ本編来ましたよ。これ本編。ちなみに一応そのカプコン公式のブログこれね一応これを見る限りだと V シフト V, v シフトブレイクかっていうのは競パン中継で出せるんですよね。 なので俺は V シフトは共班中継で出すようになるんじゃないかなと思ってるんですよなのであのコマンドあれコマンドあのコントローラー設定かコントローラー設定であの V シフトが追加されるんじゃないかなと思ってます コントローラー設定に V シフト追加されるんじゃないかなと思ってます。なんで V シフトが追加されたら、俺は今右下に V トリガーボタンを押してるんだけれども、多分 V シフトボタンになると思いますね。アイスト5バトルディレクター、シゲノです。また、おシゲとも呼ばれてます。私の方から少し紹介させていただきたいと思います。V シフトは V ゲージを消費して新しい V ゲ, v, v ゲージを消費する防御システムとしてスト5ではすでに V リバーサルが存在しますが V リバーサルは相手の攻撃をガード中のみ発動可能といった特性上劣勢の場面で自由に発動できるシステムではありませんでした。 これすごいよねこれに対して V シフトは通常時に V ゲージを1本消費することでいつでも発動することができる防御システムとなります V シフトは発動ちょっあちょょちょちょ,ちょっと飛ばした。 V シフトは発動直後から一定時間投げ技に対して無敵となっていることに加え打撃と飛び道具を受け流す特別な性能になっていますだ発動直後から一定時間無敵っていうことはあ発動直後から一定時間投げ技に対して無敵これ分かんねえんだよな 投げ技ににに対しててて無敵とととなななっっいることに加え打撃と飛び道具を受け流すす特別な性能になってます結局なんか1フレから完全無敵っていうことなんじゃねえかなと思っちゃうんだよね。だらここら辺ね、だからサコさん的には投げは1からだけれども打撃はそうじゃないんじゃないかっていうのもね、話してた。うーん、ニュアンス的には分からんでもないなと思った。 俺は1、一から無敵っぽいけどな。1から、一から無敵だと思うんだよな。受け流すって何って思ったけど。はい。で、注目してほしいのは、投げをかわした時には、V ゲージは1本分全部消費してるんですよ。 で、打撃や飛び道具を受け流した時には0.5本回収してるんですね。だからやっぱりなんか通常投げを重ねるのは強いんじゃないかなっていうのが今言われているものですよね。はい、v シフト発生時のね、V ゲージの回収を見ると、まあ、そうなってますと。 でこの受け流す部分をうまく相手の攻撃に合わせてそこに反撃を入れろって話なんだよねだからこれ技を入れ込みにくくなるってことだよねで中足波動とか入れらんないってことだしさ竜の大ゴスに対して受け流してフルコンとかされちゃうってことだよねきっと。 そうだからねコパンを重ねるっていうのがめちゃめちゃ多くなりそうな気がするんだよなはいできました V シフトブレイクまたスロ,ースロー演出発生時は専用の攻撃アクションである V シフトブレイクに発生することが可能となっていますそうキャンセル技を入れ込んだ瞬間にこれなんですよね だから弾の硬直がでかいキャラクターって V シフトブレーク確定すると思うんですよガイルの弾の硬直に確定するんだったらいいんだけどなんかここら辺ねユリアンとギルの弾はかなり割り食いそう。 相手の強力な連携の割り込みの手段として活躍する性能となっておりますだから剣とか合気も確定するんじゃないかなで、サガットとかガイルの弾確定しないで他のキャラクターの弾確定するとかだったらかなり格差すごそうだなと思っちゃいますね 意外と EX 弾は取れないんじゃないかなと思ったり、一発しか。いや、で、これが注目なのが、この V シフトブレイクを、V シフトブレイク中って多分ね、無敵だと思うんですよね。無敵で突っ込んでると思う。 あの動画であの中足イーグルに対しても V シフトブレイクで勝ってるから多分無敵なのよだから関係ないんですよで関係ないと思うここら辺ただ中断はめちゃめちゃ打ちにくくなったんじゃないかなと思うわ V シフトブレイクで。 ライト層がか簡単にかっこよく反撃できるシステムかなと思ってるいやーライト層がめちゃめちゃ攻めにくいゲームでしょこれあのどう,どうやって攻めていいのかよく分かんない気がするで V シフトを V シフトでうん返せる読み合いとかにもなりそうな気がするね でこのね V シフトブレイクをガードした時にどのぐらい有利不利になってるのかがそれでねすごい変わりそういや V シフトブレイクまで出しちゃってるんだったらあーでもな多分それをやりだすともうライト層わけわかんなくなっちゃうのか V シフトブレイクでとにかく一回仕切り直しにさせたいっていう意図なのかもしんないだからあのマイナス2とかなんじゃない でうまい人はその V シフトブレイクを漏らしたところに V シフト合わせてコンボを決めてくださいとか多分そういう感じだと思うんだよなそんな感じだと思うただそれをやっちゃうとさらにねライト層がその V シフトブレイク見てから V シフトっていうのはかなり難しいと思うんでどうなんかなっていう気はしてるで V シフトのせいでどうやって攻めていいのかわかんないみたいな 難難ししいいよね難しいここら辺は出てみなきゃ分かんないと思うんだけれども俺はやっぱ守りのシステムを追加するよりも攻めのシステムを追加してほしかったなっていう印象しかないです。でこうナッシュが V シフトで避けてからスパコンを決めてるんですよ。 弾抜頭とかに対してキャンセル球とかに対して,対してで V シフトって必ずすするじゃないですかだから移動系の CA を持ってる持ってないとかでかなり変わると思いますゆりやんが距離離離れて CA やっても当たんないじゃないですか届かないっていう。 でもポイズンのリーチとかナッシュのこう突進系とかそういう CA を持ってると連携に CA を合わせやすいよねここのそうネカリとか強そうでしょセスとかも強そうでしょホンダとか,かここの CA でかなり格差は出ると思う いやネカりは中足決起とか打てないからねきっとカンニング CA の格差はね相当出るんじゃねえかなと思ってますだから俺はねそう攻めのシステムを追加して初心者はこれを覚えてくださいっていうのを 作った方が良かったと思うんだよな。だ、これ追加するんだったら俺 V トリー3の方が良かったわ。っていう印象。今のとこ。